が愛媛県の東部四国中央市で採れる伊予美人です。平成20年に開発された新品種の里芋です。とても美味しく、平成22年に四国中央市ではすべてこの伊予美人が作られるようになりました。とっても濃厚な味わいで柔らかくねっとりしています。このぬめりは栄養の宝庫です。食物繊維やビタミンをたっぷり含み、あっさりしてるけど濃厚な味わい、これが絶品です。うどん、肉里、コロッケ、グラタン、餃子などいろいろな料理に使われ、どれも大変好評です。このあっさり濃厚な伊予美人を一度試しにお召し上がりください。ニッポンクエスト。